はい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 、日本人がこう日本語的に考えて正しいと思って使っては見ているものの、実際それ間違ってるんだよねっていう表現のフルーツポンチみたいな動画いきます。Hello everyone, how are you guys? ごめん、皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日も可能性無限大。This is TeroSec ということで、今日の動画では 90% の日本人が間違える英語表現まとめてみたというテーマでやっていきたいと思います。皆さん、英語を勉強していると、文法表現にしても英単語にしてもですね、参考書の内容をもとに文章を作ってみたりする、実際に口に出して話してみたりするんだけども、本当にこれで合ってるのかなって半信半疑になることってよくありますよね。もちろん親族にネイティブスピーカーがいたり、自分のパートナーがネイティブですっていう人であればすぐその場で聞けると思うんですけど、大半の人はなかなかその環境を持ち合わせてないと思います。皆さん、こんな経験ありませんか？学んだ情報をもとに英語話してみたんだけども、なかなかこう外国人に通じなかったとか、使ってる単語自分の中では正解なんだけども何回言っても通じないみたいな。僕は2015年にオーストラリアに来て、ここに住み始めてからシェアハウスで、それから職場でそういう体験何回もしてきました。もちろんそこで自分の言ってることが理解できなかったとしても、ちゃんと耳を傾けてくれる人がいたらいいし、その場で一語一句丁寧に間違いを教えてくれる人がいたらいいんですけど、そういう環境があるという保証はない。実際何言ってるかわからないということでこうスルーされたり、苦笑いされて英語を話すことが怖くなってしまうなんていうことがあったら、せっかく取り組んでいる英語学習なんだか進めていくのが億劫になってしまいますよね。僕はこういう経験たくさんしました。もうたくさん笑われたし、たくさん訂正してもらいました。今日の動画ではその僕の実体験と、僕が自分の生徒さんの英語添削をしている経験をもとに、やっぱりどうしても日本人が間違いやすい英語表現っていうのは存在すると思うんですね。それらをこの動画一本にまとめて、皆さんがこれから間違いないでそれらを使っていけるよう説明していきます。皆さんはこの動画最後まで見ることで、僕がかれこれ10年以上英語を勉強してきて、そして生活で英語を使う中で指摘されて直してきた日本人がものすごく間違いがちな英語表現が一気に学べます。しっかりこの動画を見て、もし自分も同じ間違いをしているのであれば、これを機に修正して自分の英語力に磨きをかけてもらえたらと思います。僕のチャンネルでは様々なトピックに関する外国人のインタビュー動画や英語学習に関するコンテンツを毎週配信してます。見るだけで頭の中がグローバル化すること間違いなし。面白いと思ってもらえた方はチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日も早速いきましょう。今回は大きく分けて2つ、よくある表現のミス10選と、よくある単語のミス15選に分けて話していきます。まずは過去の僕を含めですね、多くの日本人が間違いがちな英語表現10選ピックアップしたので、それぞれ1つずつ見ていきましょう。まず1つ目、 I'm hot って言ってませんか？僕がかつてシドニーにある鉄板焼きのレストランでシェフとして働いてた時に、日本人のウェイトレスだったりこうシェフたちが日本人以外の人とこう英語で話している時にこうよく耳にした表現なんですよね。イメージ通りここオーストラリアもかなり暑くなるんですけど、外から入ってきたスタッフが、あ、I'm so hot みたいな感じで言うんですよね。いや、日本人って比較的シャイだと思ってたんだけど、実はすごいポジティブじゃんみたいな印象があったの。僕個人的にはこれ好きなんですけど、気温が暑いって言いたい時は主語を it にしないといけないんですよね。 It is hot 短くして It's hot。 じゃあ I'm hot っていうとどういう意味になるのかというと、いやー本当俺セクシーだよなみたいな。まあでもこれ正しい使い方を理解しておくっていうのは大事だと思います。ということでこれ一つ目は I'm hot に関する話でした。次は I'm day off って言ってませんか？これもですね、僕自分の生徒さんの英語添削とかしてるとたびたびこう耳にする表現なんですよね。これって I am happy、 私は幸せです。 He is my friend、 彼は私の友達です。こういう感じでまさに学校で習ったままの和訳イングリッシュとして覚えていると、こういう表現をしてしまうっていうのも無理はないと思うんですけど、結論から言うと私は休みですという表現はこれできないんですね。なぜかというと、この I am 何何みたいな SVC の第二文型の形、これは S イコール C の関係が成り立つっていうルールがあります。 I イコール happy で私は幸せな状態、 He イコール my friend で彼イコール私の友達。でも I イコール day off はこれイコールになりませんよね。私っていうこの人間は休みという存在じゃないですよね。なので I'm day off とは言えないんですね。正しくは It is my day off today、 主語に it を持ってきます。
ます。It は日にちを表す It です。It is my day off today. It's my day off today. さらに言うと、これもごっちゃにしてしまう人ものすごく多いんですけど、休みをホリデーで表現してしまうっていう問題ですね。確かにホリデーって休みっていう意味で覚える人が大半だと思うんですけど、ホリデーっていうのはですね、これ長期休暇のことを指します。オーストラリアの職場とかで働いていると、3週間とか4週間有給ドーンってこう次から次へとみんな取ってですね、ヨーロッパちょっと旅行行ってくるわみたいな人結構いるんですけど、まさにこれがホリデーのイメージなので、休日って言いたいんだったらホリデーじゃなくて day off です。2日間休みなんだったら2 days off、 3日間休みなんだったら3 days off、 1週間休みなんだったら a week off、 こういう感じになります。ホリデーとデイオフ、これ明確に使い分けれない人結構多いです。やっぱり聞いてて僕も勘違いしたこと何回かあるんですよね。すごく大事なので皆さんこの際に覚えてください。3つ目です。次は I'm exciting, I'm boring って言ってませんか。これ見ていきましょう。 Why don't we go to Bondi Beach with everyone on this Sunday? 今週の日曜日はみんなで Bondi Beach 行かないって誰かが提案したとします。これに対してワクワクするっていう感情を表現したいとき、 I'm exciting っていう風に言ってしまう人結構多いんですよね。でもこれは表現として間違いです。まず excite っていう動詞を考えてほしいんですけど、 excite は他動詞で直後に目的語を取って何々を興奮させるという意味になります。 His novels always excite me、 彼の小説はいつも僕の心を躍らせる、こういう感じですね。 exciting っていうのは excite っていう動詞が形容詞になったもので、興奮させるようなとか刺激的なという意味になります。だから I am exciting っていう風に言うと、自分がこうすごく刺激的な人間だっていきなりこう主張しちゃってるようなニュアンスになるんですね。 Why don't we go to Bondi Beach with everyone on this Sunday? 今週の日曜日みんなでBondi Beach行かない？ I am very exciting。 僕はさ、すごく刺激的な人間なんだみたいな、これまたポジティブでいいんですけどね。じゃあここで興奮した状態はどう表すのかというと、 excited を使います。なので I'm excited というと興奮した状態、つまり楽しみっていうニュアンスになるんです。でこれは boring とかにも同じことが言えます。退屈だなっていう風に表現したいとき、これも思わず I'm boring っていう風に表現しちゃう人結構多いです。他動詞のボアにはもともと何々を退屈させるっていう意味があります。なのでこれを boring っていうことで現在分詞の形で形容詞として使うと I'm boring で、私はつまらないっていう意味になっちゃいます。退屈な時間を過ごしているということじゃなくて、自分がつまらない人間ですって言っちゃってるようなニュアンスになるっていうことですね。なのでこれも過去分詞形の bored を使います。これを使うと自分が退屈させられているという受け身のニュアンスになって I am bored で、退屈だという意味になります。これも間違える人すごく多いので覚えてください。4つ目、 next曜日になります。これネイティブと話しててもややこしいんですけど、例えば Next Saturday って言われて、皆さんどの土曜日をこれ想像します？今日がじゃあ水曜日だとしたら3日後の土曜日のことだと思いません？でもこれ間違ってるんですよ。正解は一番近い土曜日の次の土曜日です。紛らわしい。なんで？頼むからやめてややこしくするの。一番近い土曜日のことは This Saturday と言います。なので今日が例えば日曜日だとして、次の週の土曜日を表すとき、これは Next Saturday じゃなくて This Saturday です。理由はわかりますよね。一番近い曜日は This で、 Next は一番近い曜日のその次の週の曜日を指すからです。めちゃめちゃ紛らわしいんですよね。なので来週の土曜日って明確に示したいときは Saturday Next Week っていう風に言うと誤解が起きにくいです。はい、これもなんとなく知ってるようで実は理解できていないことだったりするので、これを機にしっかり皆さん覚えてください。次は I play with my friend。これは間違えたくないですね。プレイっていうのは、その日本人が意図する、まあ、友達と遊ぶとはちょっとこれニュアンスが違くて、子供がなんかおもちゃとかを使ってお遊びするイメージがあるんですね。それこそなんかおままごととか鬼ごっことか。だから皆さんがもし昨日ですね、友達と赤ちゃんごっこしていなかったのであれば、プレイという動詞を使うのではなく、I hang out with my friend yesterday と言ってください。じゃあね、これ現在形は hang out です。これで友達と遊んだという意味になります。Hang out with 人で、人と遊んだという意味になります。ただスポーツをしたとか楽器を弾いたっていう風に言いたい場合は I played soccer with my friends yesterday ということで、プレイという動詞が使えるということも同時に覚えておいてください。次6つ目ですね。皆さんまたこういう表現してませんでしょうか。 I'm strong to alcohol。 これもですね、まさに僕もミスってたんですけども、お酒強いってなんて言うと思います？これは I am strong to alcohol みたいな感じで、強いよ、strong っていう形容詞で表現しちゃいがちなんですけど、こういう言い方はしないです。以前にこちらの動画ですね、
外国人は全員お酒に強いのか検証してみたらこうなったっていうインタビュー動画を僕撮ったことあるんですけど、ネイティブはお酒が強い人のことを heavyweight という風に言ってました。 He is a heavyweight。 彼はお酒が強い人だ。逆に弱い人はライトウェイトかなみたいな、みんなちょっとこう半信半疑みたいなところがネイティブもあったので、結論、まあ多分ですけど、外国人ってあんまりお酒強いとかお酒弱いとかっていう表現しないのかなっていう風に僕は感じましたね。確かに僕もここオーストラリアにも8年ぐらい住んでるので、いろんな日本人以外とかお酒を飲んだことあるんですけど、お酒が強いとか弱いとかっていう話、おそらく一回も聞いたことないんですよね。そういう話ってするとしたら日本人がその話を持ち出す。だからこれは僕の考えですけど、もしかしたらそういう考えってないのかもしれないですね。ちなみにタロサクはお酒弱いですね。僕飲みに行ってもビール3杯ぐらいで、はい、お腹いっぱいっていう感じです。とにかくお酒が強いっていうのは I'm strong to alcohol とは言わないと。表現するとしたら、あ、heavyweight を使いましょう。次、7つ目です。皆さん正しく表現できていますでしょうか。否定疑問文に対しての Yes と No の使い分け、これは日本語と反対の答え方になるので、間違って表現してしまう人めちゃくちゃ多いです。例えば Don't you like traveling? って聞かれたとします。これは Do ではなく Don't という否定形を使って質問されている否定疑問文です。日本語にすると旅行好きじゃないのという意味です。例えばこの質問に対して、まあ、飛行機が苦手だからとか理由は何でもいいんですけど、旅行好きじゃないって言いたいとき、皆さんこれ英語でなんて表現します？旅行好きじゃないの？うん、好きじゃないです。 Yes, I don't like traveling ですか？これは表現として間違いです。日本語的に考えてこう返答してしまうと、自分の意図がちゃんと伝わらなくなってしまうので、英語的な考え方をここで覚えましょう。英語っていうのはすごくシンプルな言語なんですね。肯定するならいつだって Yes、 否定するなら No になります。なので Do you like traveling? 旅行好きですかって聞かれて、好きなら Yes, I do、 好きじゃないなら No, I don't、 このように答え方は一緒になります。ここでしっかり皆さん覚えてください。8つ目です。次は Go と Come の使い分け、これも結構使い方間違ってしまう人多いです。本質的に理解していない人結構多いです。例えば友達の家に今日パーティーに行く予定で、これから家を出ようって思ってた時に、まあ、友達から電話が来たとします。 Hey Tarasak, everyone's here already, where are you now? おい、タロサック、みんなもう来てるよ、今どこにいるの？さあ皆さん、これ英語でなんて表現しますか？ I'm going now っていうのは正しい表現ではないです。その理由はなぜなら、英語っていうのは相手を中心にして話す言語だからです。相手がいなくて自分が目的の場所まで行くとき、この場合は Go、 行くという動詞を使います。 I'll go to Japan next week、 来週日本に行きます。個人的に日本に行くっていう話ですね。ただ相手に会いに行く、つまり相手から見ると、相手のところにあなたが来るときは come、 来るという動詞を使います。 Japan is getting cooler now、 日本は今涼しくなってきたよ。 When are you coming to Japan? いつ日本に来るの？ I'm coming in 2 weeks、 あと2週間で行くよ。日本語にすると行くよなんですけど、相手の待つ方に行くので coming が使われてます。なのでさっきの例文もこれ同じです。 Hey Tarasak, everyone's here already, where are you now? おい、Tarasak, みんなもう来てるよ、今どこにいるの？ Oh, sorry manごめんごめん、 I'm coming now、 今行くよという表現になります。難しくはないですよね。ただ日本語とはこれ表現の仕方が違うので、実際間違ってしまう人はとても多いです。9つ目 Forget になります。職場に行ったとします。カバンを開けました。スイカはスマホのケースに入れたから、なんとか電車に乗って通勤はできたものの、財布を家に忘れてきてしまったことに気づきます。財布忘れた、これ英語で何て言いますか？ I forgot my wallet at home、 ブッブーでございます。これも日本人すごくやりがちな間違った英語表現なんですよね。僕もめちゃめちゃ間違ってこのように言っていた記憶があります。 Forget という動詞は思い出せない、記憶にないという意味の忘れるなので、物を置き去りにした場合にはこれ使われないんですね。この場合は置き忘れるとか置いたままにするという意味の動詞 Leave を使いましょう。 I left my wallet at home、 家に財布忘れた、これが正しい表現になります。またどうしても Forget という動詞が使いたくて使いたくても震えちゃうという方は、 I forgot to bring my wallet with meという風に forget to 動詞の原型という形にして、動詞することを忘れたという形にしてあげてもこれ OK です。最後10個目、これはme too になります。私もっていう風に表現した時に me too を使いまくってるという方いらっしゃいますでしょうか？その方に今ズバリ言わせていただきます。昔の僕も一緒です。どうしてもですね、まだまだ英語はこれからですっていう人はまあしょうがないとは思うんですけど、実は使い方注意しないといけないですね。なぜかというと、この me too っていう言葉の意味なんですけど、これは相手が言ったセンテンスの主語が自分になって、自分もそうだよっていう意味なんですね。 me too イコール
I 同じセンテンス to ということです。その場合ですね、例えばまあ半年ぐらいこういい感じでこうデートしてる女の子がいるとするじゃないですか。デート中に女の子が言うんですね、 I'm hungry って。でそこで自分もまあお腹減ってるということで Me too っていうふうに言うんです。これは彼女が hungry な状態、その主語が自分になって I'm hungry too で、これはおかしくないですよね。ただこの場合はどうですか。ついにその半年の努力が実を結んで、この夜景の綺麗なところでディナーしてご飯食べた後にこう2人で外散歩してるわけですよ。臆病な自分を見かねて彼女の方から言ってきたんですね、 I love you、 愛してるわ。 Oh my god、言わせてしまった。でもそんなことは今考えられない。もとにかく嬉しい、ついにこの時が来たか。そして渾身の力を込めてあなたが言うんです、 Me too、 Excuse me、 ベシン。今まであなたと一緒にいて楽しかったけど、今の一言であなたが英語を本質的に理解していないということが分かったわ。本質的に英語学び直してから出直しな。避けたいこの状況は、何がいけなかったのかというと I love you に対しての Me too ですよね。彼女が言った I love you、 これは彼女が私を愛している。これを Me too というとどういう意味になるかというと I love myself too、 僕も自分のこと愛してるよになっちゃうんですね。もう一度言いますけど、彼女が言った I love you の意味は私愛しているあなたをで、このあなたっていうのは僕のことですよね。なのでこれを Me too にすると僕も愛している自分自身をという意味になります。もう少し前にタロサックのチャンネルに出会いたかった。なのでこういう時はですね、 I love you too っていうのが正解になります。おそらく知らなくて使ってる人かなり多いんじゃないかなと思うんですよね。けどこの話って英語を勉強してるものとしてな、すごく興味深いし、知っておいてこれ損はないと思うので、皆さんしっかりこれ理解して今日から間違えないように使ってください。以上が日本人が特に間違いやすい英語の表現10選になります。自分で言うのもなんなんですけど、結構なるほどって思うポイントありませんでした。最後に多くの日本人が間違って使ってしまう単語も15個ピックアップしたので、これさらっと見ていきましょう。一つ目はクレームですね。まずはワーホリとか行くと結構飲食とかで働く人多いんじゃないかなと思うんですけど、お客さんからのクレーム、これはクレームではないので間違えないでください。クレームっていうのは主張するとか獲得するとか断言するっていう意味の動詞です。日本語のクレームという意味ではクレームっていうのは一切使われないので、もちろん一切通じないです。正しくはコンプレイントになります。動詞はコンプレインです。 The customer complained about the quality of the service、 その客はサービスの質について文句を言いました、こういう風に使われます。2つ目はテイクアウトです。お持ち帰りという意味でテイクアウトっていう風に言ってしまいそうですが、テイクOut っていうのは取り出すとか引き出すっていうこれ意味になるんですね。アメリカとかでは僕分かんないんですけど、ここオーストラリアではまず店内で食べることを Have here と言って、お持ち帰りすることを Take away っていう風に表現します。3つ目はドラマ。海外ドラマ何好きとか、海外で友達作るときに話すネタの一つとしてよく上がると思うんですけど、ドラマっていうのはこれ英語だとお芝居みたいなものを指すんですね。それがなんか問題が起きたみたいな、彼と彼女の間でいざこざがありましたみたいな、いざこざみたいなのをドラマと言ったりもします。 There was a drama among my flatmates last night、 昨日うちのシェアハウスで一悶着あったんだよねみたいな感じですね。海外ドラマは英語で TV series または TV show というふうに言います。4つ目はチャレンジ。日本語のチャレンジにはこう何々してみるとか挑戦するという意味がありますよね。ただこの英語のチャレンジには試合を挑むみたいな意味がこう結構強くあって、何々してみるっていうような軽い挑戦みたいな意味ではこれ使われないんですね。地元でたまたま仲良くなったあの ALT のアメリカ人の女の人がですね、なんで日本人ってこうチャレンジってよく言うんだろうっていうふうな疑問があってたのを今でも覚えてます。日本語のチャレンジするっていうこの表現をしたいときは try to 動詞の原型の表現を使いましょう。 I'll try to learn Spanish soon、 もうすぐスペイン語学んでみようと思うよ。5つ目です、サラリーマン。これも和製英語なんですね。英語では office worker、ただこのサラリーマンっていう単語を日本人が使っているというのを海外でも結構知ってる人がいる。この前もインタビューしてる時にネイティブの男の子が日本のそのサラリーマンみたいな感じで表現してるのを聞いて僕結構びっくりしました。まあだとしても、まあ英語で言うんだったらオフィスワーカーとかが無難だと思います。6つ目はコンセント。これは英語でソケットになります。英語のコンセントには、まあ、承諾するとか同意するっていう全くもって違う意味があるので、これ間違って使わないように気をつけてください。僕もやっぱ若い頃こうバックパッカーとかやってて海外行ってた時とか、それこそオーストラリア来たての時もそうだったんですけど、結構単語が出てこなくてやっぱ言っちゃってた記憶があるんですけど、一切通じないですからね。正しくはソケット。
7つ目、ノートパソコン。これはシンプルにラップトップと言います。パソコンみたいなのを聞いたことないんで皆さん間違えないようにしてください。またデスクトップ型のやつはデスクトップと言います。この2つで表現してたらまず大丈夫です。ラップトップとデスクトップ。覚えてください。8つ目は SNS。 これは英語でソーシャルメディアになります。ソーシャルネットワークサービスっていう風に言ってもこれ伝わるんですけども、圧倒的にソーシャルメディアという単語がこれ使われているので、皆さんせっかくなので覚えてください。おそらく SNS みたいな感じで言っても多分伝わらないと思いますね。9つ目はアルバイト。これはパートタイムジョブです。アルバイトは通じないですね。アルバイトっていうのは実はどうやらドイツ語から来てるみたいなんですね。だから和製英語じゃなくて和製ドイツ語みたいな、いつの間にかこじらしてる、頭の中グローバル化をこじらしてるっていうね、そういう感じみたいなんですけど、正しくはパートタイムジョブになります。また正社員として働いてる仕事をフォータイムジョブと言います。これも一緒に覚えましょう。パートタイムジョブとフォータイムジョブ。はい、10個目です。ガソリンスタンド。ガソリンスタンドとは言わないです。ここオーストラリアではペトロステーションっていう風に言ったり、まあこっちのスラングでセーボという風に言われてます。ペトロステーションっていう風に言ったら間違いなく通じるので覚えましょう。11個目はチャージ。例えばスイカみたいなものをこうチャージしたいとき、日本語ではチャージするって言いますけど、英語ではチャージするっていうふうにはあまり言わないんですね。間違ってはないんですけど、チャージってこれどちらかというと請求するっていう意味の単語になります。なのでトップアップがこの日本語でいうチャージをするという表現に当たります。I'll top up my Suica。 12個目はズボン。これはもちろんですね、英語でズボーンとは言わず、オーストラリアではトラウザーズと言います。アメリカではパンツというみたいです。日本語だとパンツは下着ですけど、英語だとズボンがパンツで下着はアンダーウェア。しっかりここら辺も覚えてください。13個目です。オーストラリア来たての時めちゃめちゃ間違ってました。 B さんです。これはビーチサンダルズ、ビーチサンダルズ言ってたんですけど、これ正しくはフリップフロップスって言うんですね。今日で覚えましょう。そして14個目はビニール袋です。これも僕海外生活最初の頃全然通じなかったんですよね。必死にビニールバッグみたいな感じ言うんですけど、全然通じなくて、何言ってんだこの人みたいな顔でよく見られました。これを英語ではプラスティックバッグと言います。結構前からですけど、オーストラリアもプラスティックバッグ、ビニール袋を使うの結構規制されてるんでなかなか見ないですけど、ビニール袋はプラスティックバッグ覚えておいてください。最後15個目に選んだ言葉はマンションになります。どこ住んでるの？ I live in a mansion。 マンションに住んでるよっていう風に言うとびっくりされます。日本語ではマンションってあのマンションのことですけど、英語でマンションっていうのはセレブが住んでるような大豪邸を指します。日本のアパートみたいなものもマンションもまとめてアパートメントで大丈夫です。はい、ということで日本人がよく間違える英語表現10選と英単語15選紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。この動画一つでかなり気づきあったんじゃないですかね。本当に今日の動画で紹介したことって、僕自身過去に実際間違って使っていたり、僕が英語を教えている経験からやっぱりよく見る日本人英語学習者の犯しがちな間違いのまとめになります。今回の表現全部しっかり理解してるだけでもかなりためになると思うので、しっかり皆さん今回出てきた表現習得して、実際の英会話で間違うことなく使えるようになってもらえたらなと思います。ここまでしっかり動画を見てくれた、英語を話せるようになりたいと思う皆さんに向けて大事なお知らせです。こちらの14万人以上の方が登録してくれている僕の公式 LINE では、英語を話せるようになりたいと思うあなたに向けて必ず役に立つ僕オリジナルの英語教材6点を無料でプレゼントさせていただいております。旅行、観光、買い物、恋愛、日常、ビジネスなど見やすいよう新ごとに分けたこちらの場面フレーズ集190選、1万1500文字で135個のフレーズを収録したこちらの電子書籍、超品質英会話表現集、たったの20分間で英語の動詞が完全に理解できます。超有益、絶対に知らなければいけない英語の動詞についての解説、英語力ゼロからペラペラへの道のりを3万字でどこよりも分かりやすく解説しているこちらの電子書籍、たださく180日で英会話力ゼロから100への道のり、たびたびコミュ力を化けと言われる僕の対人コミュニケーションで意識している超重要ポイントを60スライドに完全収録、たださく流コミュ力爆上げ法最強の10選、そして効果抜群今すぐ使えるたださく監修、朝昼夜1日を通し使える独り言英会話100フレーズ、これらの合計6つの特典を僕の公式 LINE に来てくれた方全員にプレゼントしております。これらの特典受け取りたいという方はこの動画の概要欄の一番上に、僕の公式 LINE のリンクありますので、そちらから友達追加してください。ということで最後まで見てくれた皆さんありがとうございます。面白いと思ってもらえた方、役に立ったなと思ってもらえた方はチャンネル登録忘れずに、高評価も忘れずに、また次の動画でお会いしましょう。